皆さんこんにちは、ペソでございます。ヤックマン DS ね、続きやっていきましょう。では、今回もね、また6回戦のちょっとハンちゃんをね、じんわりでやっていこうかなというところです。はいはいはい、今回はこのメンバーでね、やっていきましょう。ほいよ、わあ、聞いちゃえドラはリャンピンか。ちょっとちゃん頼りなのよね。ただリャンシャンテンではある。うん、ペンさんだ。これでとこやけどね。リャンソ出たからな。三色を。まあ三色狙うのもありちゃありなんだけどね。ステアハイ見てたらちょっとマンツーが高い。ああいいね。さあこれでリャンシャンテン。ああ。1枚目のトンが来ればダブトンでだいぶ展開は楽になる。あーあー、スチンパタか。鉄さんピッピン。あー、つもりよった。イースピンやね。はい、リーズもピンですね。ドラ一丁。ああ裏乗った。はい、4戦2戦親かぶりやった。はい、ドラはウーワンですね。早めに切るべしやね。ああ、一気かぶるか。リアノウミンが切れないね。困ったな。中盤を通した。これ3ピン。ああ、ないわ。リアン、リアンピン。サンゾはサブロッソ。ロッソ通した。サブローは同方面ですよね。多分。ああ、ウパワンか。ああ、なるほどね。ドラ筋。リーズもピン、フイペ。裏乗ると怖い。乗らない。52ですね。26。1300ですね。積も力がやっぱりマリオさんはすごいね。さあ、ドラは。おお、いけない、風がいた。ドラは E1 ですね。ここはピンク系でいいからサクッと行きたい場面。2,3色3色。ああなるほどね。1,2,3優勢ね。ヤンワン引っ張ればサブロー中盤。
射程も射程やね。ドラドラザンク、早くもドーナス。あーちょっと展開しながらでいきましょうか。こいつはチックになってきたな。ドラペーね。けど、イカ上がっときたい。いいワン出ると思うけどな。わあでも後のツモの方が全然強い。これはなるほどね。わあ初ドラさんか。リャンフワマチ。ボスパック痛めつけられてる。どっちかいうとね、マリオさんよりキャサリンさんの方が怖いけどね、相手としては。これねあるよ、ポロチロチーパー。これでもう1射点。ウーパーピンカッチャッソで決まる。早い。ドラ筋ではあるけども、あーカローワンか。はい、リーチタンヤオ上がりが早い。落ちかない。ドラチャンスもないしな。これが一番困る手やね。パスもドラス早いか、切れねえしな。3-4-5でね、単位を狙っててもよかったかもしれん。ワンちゃんか。マンズはマンズやと思うけどな。ウーパーピーもツーチャンス。完全な統一は。ヤホーバーはまだあんのか。イースワンも低いな。いい、これ通したら、あーでも G1 ウーパーワンワンチャンか。あー積もられた。困ってるなぁ。ヤンピンスーピンのシャボテンか。スワンコテンパったのにね。まああと一重しかなかったけど。ここはねこっちから行っちゃう。また悪い。
い癖が出てる。一応医者店ヤンワン、あーそうやね、うん、竹の染め、わーよ切るわー、あー寄った、白ドラドラザンク1000、2000ですね、うん、1本まで1100、2100ですね、ごめんなさい、はい、これは厳しいぞか、あーしょうがないねね、ドラ絡まないと。きついな。もうちょっとね、なんだかしらか、あれ絡むかな思ってたけどね。ああ、そうやね。やってもうたサブロッピー
ダブロン食らってしまった。勝負焦ったなこれは。さあ、リャンシャンテン。ねえ、カンちゃんがきついな。
あーどうしよう。それでなんとかサンチャが一人テンパイで見える。はい、初ドラさんというですね、紹介は、あそこはやっぱりちょっと勝負急ぎすぎましたね。ダブルを食らったとこはね、我慢するべきでした、そこが今回の敗因ですね。というわけで、初回はマイナ22のね、スタートという形になりました。ちょっと後半というかね、これからちょっと頑張って盛り返していきたいと思います。では今回はここでお開きにしたいと思います。ありがとうございました。それではさよなら。